どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、皆さんにねご報告ということで、 YouTube の活動についてですね、今後のことを今回の動画で話していきたいなというふうに思っておりまして、2023年についてはですね、今 YouTube をね本業でやらせていただいておりまして、まあ基本的にはね YouTube をメインで、まあブログもねちょこちょこ最近は更新してるんですけども、まあ基本的には YouTube だけでね、まあ生活をしてたわけなんですけども、まあ今後のことをね検討した結果、私はね会社員に戻ることをね決めました。で今後はですね YouTube、 この私のねチャンネルなんですけども、一応運営はねしていく予定なんですけども、まあ今までみたいにですね毎日更新っていうのはできなくなるというふうに思いますので、この点ねご了承いただければなと思います。またね会社員に戻るということで、長期のね休みとかもまあなかなかね取りづらくなると思いますので、今後はね解説動画やキャンペーンのね解説、まあここら辺がねメインのチャンネルになっていくかなというふうに思いますので、この点ねよろしくお願いいたします。まあこういった感じのね経緯に至った理由なんですけども、まあ分かりやすく言うと、もう完全にね運転資金がもうありません。もうこれにね尽きるわけなんですけども、今までですね、まあ、2019年の6月からこのチャンネルを始めて、まあ私のね退職金とか会社員でやってた時のね退職金とかをまあメインの資金に持ってこのチャンネルをね運営してたんですけども、やはりねかかるものはかかるということで、やっぱりその動画を運営しているとですね、まあその分経費がかかりますよね。まあそれをプラスして経費がかかって、まあそれの収入とのバランスがね正直ね取ることができなかったっていう感じですね。まあこれが、まあ、2019年6月始めた時にはですね、まあ1年とかね1年半ぐらいやればまあ黒字に持っていけるだろうなというふうに思っていたわけなんですけども、まあ完全にね、まあ私の考えが甘かったということで、まあ今回ね、会社員に戻ることを決意させていただきました。まあ私にはですね妻と子供もおりますので、このままね不安定な環境でずっと行くっていうのはちょっと厳しいかなということで、今回ねこういった理由に至ります。まあクラウドファンディングみたいなね、まあそういったものとかもいろいろ考えたんですけども、この私の YouTube のチャンネルっていうのは基本的に無料でやっていきたいんですよね。まあ YouTube にはメンバーシップっていうね、まあ月額でお金を取って、まあそれでチャンネルを運営していくっていう方法もあるにはあるんですけども、まあ私としてはですね、できるだけ無料でやりたいんですよね。っていうのがありますんで、まあそういったねクラウドファンディングとかメンバーシップとかをね始めて、そこまでしてこのチャンネルを運営するまあ YouTuber メインでねやっていくっていうのは、まあちょっとねなんて言うんですかね、お金を取って情報を提供するっていうのがなかなかね納得ができなくて、まあやった方がいいよって言われたこともねあるにはあるんですけど、正直ね私からすると私が出している動画っていうのは突き詰めて調べればね誰でも情報は取れる情報なんで、まあそれにねお金を払ってもらうっていうのは私的にねあんまり納得のいく行動ではなくてですね、結局クラウドファンディングもそのメンバーシップもね結局始めずにここまで至ったっていう感じなんですよね。まあちょっとね、YouTube メインでね配信がすることできなくなりますんで、更新自体がですね不定期更新っていった形になります。今まではですね基本的にまあ空いても3日とか2日とかそこら辺でね動画の更新っていうのはしてたんですけども、ちょっとね仕事をし始めてどれぐらいチャンネルが更新しできるかっていうのもちょっと始めてみないと分かんない部分でもあるんですよね。ですのでまあしばらくはですねまあ更新続く普通にね今まで通り続くと思うんですけども、まあもうちょっとしたらですねあれ最近更新されないなみたいな、まあそういった感じになった時にですね、平井さん会社員に戻ったんだなっていうふうにね、まあ思っていただければななんていうふうに思いますので、今後ともねよろしくお願いいたします。はい、ちょっとね残念なお知らせになってしまったんですけども、本当にね私の当チャンネルは見ていただいている方のね、おかげで、運営できているっていうふうになりますんで、まあ今後ともですね、
発信自体はねやっていきたいななんていうふうに思うんですけども、まあ今までみたいにですね夜中に速報を打つみたいなことはほとんどねできなくなるかななんていうふうに思いますので、情報遅れてしまう部分もねあるかなと思うんですけども、今後もねご視聴いただければなと思います。まあこれでね、ああ平井さんこれでそんな感じになるんだったら見ることできないなって思われる方もね、まあ、中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、それはそれとしてもう私にはねどうしようもございませんので、まあ、その点はねご納得いただけるか、チャンネル登録を外していただくか、まあ、どっちかになるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、ひとまずですねこういった感じで2023年ね以降やっていきたいななんていうふうに思いますので、この点ご了承いただければなと思います。ということで今回の動画は以上です。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。